姉さん、四季様と秋葉様の姿が見当たらないのですが。本当？翡翠ちゃん。何か良くない予感がしますね。あの、姉さん。大丈夫、分かってるわ、翡翠ちゃん。さあ、二人で夜の街に飛び出しましょう。秋葉様だけに楽しい思いはさせませんよ。見つけましたよ、秋葉様。って、誰かと思えばあなたたちじゃない。こんな夜更けに何を出歩いているのです。おとなしく屋敷に戻りなさい。いえ、秋葉様、それが四季様なのですが。シャラップ翡翠ちゃん。けなげに仕える使用人の心遣いがわからぬ秋葉様など秋葉様ではありません。遠野家の平穏を維持するため、ここで一度秋葉様をへこませるのもやむなしです。何のつもりかは知らないけど、戦いを挑まれた以上手加減はしないわよ。にゃんにゃにゃん。やはり北南メイドども、ご存知の通り、四季は我がグレートキャッツカンパニーが接待中にゃ。なかなかの上得意になりそうな予感。渡さねえ。ババババババ。すっごくバカっぽい負け猫が出た。色物にバカ者呼ばわりされるこの風、あまりの怒りに奮死しそうな私。でも猫は煮干しが好きなので、お心遣いはたくさんです。ついていけない。戦う前から敗北の予感です。姉さんは下がっていてください。掃除は私の管轄です。あのアルクエイド様には早々にお帰りいただいて、四季様を取り戻します。四季さん発見です。お怪我はありませんか？体は大丈夫ですか？何か危ないことをされちゃいましたか？姉さんやめてください。四季様が驚かれています。大丈夫大丈夫、私たちは事件解決の立役者ですもの。四季さんだってこれぐらい許してくれますね。そうですよね、四季さん。二人に助けられたのは事実ですから、多少の無茶はおとなしく甘んじます。そういうわけで今日は四季さんに甘え放題です。ほら、翡翠ちゃんも早く早く、こんなチャンスめったにないんだから。私はそのようなことは。もうそれじゃあ四季さんの方から。はい。琥珀さん、何を。はい、これにて一件落着です。